よ中華なびらカズこと松田和俊です。サリーです。はい、本日は2月4日旧暦は12月16日となっております。はい、サリー、はいはい、もう2月に入ってサリー1ヶ月ですよ。そうですね、なりましたね1ヶ月、この島ラジ、はいね、手伝ってくれて1ヶ月、はい、その1ヶ月の間でさ、もっと進展するのかなと思ったら、これサリーの電話番号すら今日からあるからね。そうでしたっけ、嘘、わかんないですよ。そうなんですね、知ってると思っていました。普通はさ、この神声にこれ書いてからあとなんかさ、みんなが見えてないところでこの立って渡すとかさ、テーブルの下とかでね、なんかこれっつって、ね、はいはい、そんなのあるかなと思ったら何もなく、1ヶ月たんたん過ぎてしまいましたけれども。そうですね、まあでもね、あの本当にこれからまたね、2人とどんどんまた楽しい番組できるように頑張っていきたいなと思いますので、皆さんどうぞお付き合いくださいね。はい、この番組は沖縄音楽のことならキャンパスレコード、女性専用ドミトリーパレットコーダの提供でお送りいたします。本日もやってまいりましたけども、まあこの島唄ラジオというのはね、はいはい、まあ我々がね、もうほんと適当に喋ってね、ゆるーくね、ゆるーくね、でかけたい歌をかけてしまう番組となっております。ね、はいはい、まだ下ネタ系の歌はまだかけてないから、あ、そうですね、そこら辺はもういいんじゃないかなと思いますけども。まあ常に下ネタ入ってるけどね、トークには。ちょいちょいとね、ちょいちょいね。サリー沖縄そば大好き？大好きです、私そば。どこ？今日もそば食べたいなと思ってて。あ、そう、うん、おすすめするそば屋があるよ。はい、教えてください。後ほど教えるけど、うん、あのこの間このおすすめしようとしてるそば屋に行ってきたんですよ。はいはい。したら、まあ、初めて行こうそば屋だったんですけど、うん、まあ女性がなんか一人で出てきてね、はい、なんか態度もちょっとおかしいんですよ、うんうんうん、あれっつって、なんかこれ態度悪いな、うんうん、教育されてないのかなと思って、まあいいや、普通に注文してとりあえず待ってたわけ、早期そばをね、うん、したら結構な時間かかって、そば屋にしたら結構時間かかったんですよ、はいはいはい、で、まあ、パッて出てきて一回この麺をすすると、うん、くっそまずいんすね。え、美味しくないんだ。びっくりした。これそばがこんなにも美味しくないそば屋って初めてだったもんですから、うん、びっくりしちゃって、はい、で麺はもう何ちゃんと湯がかれてない的な、しかもあの湯がいてる時のあのなんかぬるぬる感、はい、あれがまだ残ってるんですよ。ちょっとあの臭みあるじゃないですか、あの湯がいてる、はいはい、ちょっと粉っぽいっていうか、そうそうそう、うんうん、あれが残ってて、うん、でももうスープはもうぬるい起こして冷たい。嘘でしょ。ほんとほんと、まあ、冷たいまではいかないけど、まあ、ぬるくもないみたいな、うん、はいはいはい、はっつって、うん、でとりあえず食べてみたけどどうしても無理だわけさ、うん、もう3口ぐらい食べてもう帰ってきたけど、それで600円取られて。そう、今日ここの蕎麦屋紹介するよね。いいです、大丈夫です。、うん、あれ、カーズさんだけじゃない、もし嫌われてたとかかな。でも態度良かったんですけどね。本当、そうなんだ、そんなのあるんですね。びっくりした。ちゃんとしたこのお店の名前、結構有名なお店の名前も看板に挙げてるんですよ、うんうん、あ、有名なところなんですか。うん、だと思いますけどね、よくあちこちで見る蕎麦屋なんだけど、はいはいはい、初めて。へえ。教育なんじゃん、この従業員の。あ、そうなんだ。一人でやってたからさ、うん、あ、じゃあこの女の人が蕎麦も作ってる感じ、うん、そうそうそう、若い、もう眉毛も、うん、もう爪楊枝ぐらい細い女性がはいはいはい、いて、はあ、2リーぐらい、そう2リーぐらい、2リーかもしれないね。ソーキそば一つで、はし、2リーめんどくさいよやぐらいで作ったんですか、ね、かもしれんね。あいつマジ二度といかんわと思いながらね。はい、思いましたけども、サリーがなんかおすすめのそば屋なんかありますか。あ、ありますよ。最近行ったところで、まあ、女村なんですけども、うん、三丁目のそば屋さん、三丁目のそば屋さん、うん、っていう名前なんですよ。あ、なるほどね、うん、そうそう、最近新しくできてて、まあ、去年ぐらいにできたんですけど、うんうん、そこがなんかまあすごいあっさり、はい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 、なカツオだしかな、あっさりで、うん、で太ちぢれ麺なんですよ。はい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 、で普通のところよりちょっと硬麺で、うんうん、もう弾力があってもちもちで、はいはい、で
すごく美味しくて、でここの人も入ってきたら、うちは片面なんで、うん、太縮れの片面なんで、まあ一応柔らかくもできますけどどうしますかって聞いてくるんですけど、うん、まあ多分これがおすすめ、はいはいはい、と思うので、一人によってはこの硬いがちょっと湯がいてる時間ちょっと甘いんじゃないかっていう人もいるからね。俺あのなんか麺とかパスタとか食べてて、うん、あのなんだ自分で売ってる蕎麦屋ってあるじゃないですか、手打ち、うんうん、あの蕎麦ってもちもちしてるじゃないですか、はい、もちもちしてる、ちょっとコシがあって、うん、俺あれ最初食べた時に分からんから、うん、湯がいてないと思ったんですよ、湯がきが甘いと思ってはいはい、はい、俺なんかカップラーメンとかずっと食べて育ってきたニーシエゴだから、うんやっぱりちょっと伸びてる感がちょっと合ってるみたい。あ、そうなんですね、柔らかいのが好きなんだ。柔らかいのが好きみたいだね、うん、私は結構硬いこの弾力もちもちが好きで、もちもちしてるやつ、そうここが美味しくて、でジューシーも必ずついてきてくれるんですよ。あ、ジューシーね、セットに、はい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 、美味しいですのでね、行ってみて。三丁目そば、そうそうそう、女村にあるんだね。女村、あれは世良垣か女かぐらい。あ、じゃあ結構北だね。そうそうそう、少し北寄りで。そっかそっか、うん、まあでもやっぱり僕はもう無難はもうゴンですね。ゴン、あーはい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 、え、根っこに夢だっけ、うん、ですよね、根っこに夢って書いて、うん、はいはい、ゴン、あそこ美味しいね。あ、ゴンさんまだ行ったことないんですよ、ゴンさんあそこのミックスそばっていうのがあって、うん、700円とか800円ぐらいなんだけど、うん、三枚肉、早期、うん、で軟骨、うんうんうん、この肉がついてて700円とか安いし美味しいし、うんうんうん、ぜひ行ってみてください。行ってみます、ゴンって今でも2カ所ぐらいありません？読谷にもあるし、うん、まあ、沖縄市昔からあるあの照屋のところにあるし、はいはいはい、北中にもある。あ、3カ所あるんですね、うん、もしかしたらもっと伸ばしてるかもね。どうなんだろう、どこいつも行くんですか？もう沖縄市ですよ、うんうんうん、じゃあ行ってみます。ぜひぜひ、あの照屋にね、うん、照屋十字路からこの入ってきたら、うんうん、沖縄市向けに入って、どっちも沖縄市だね、照屋からどこ向けって言えばいいのかな、小屋向けだね、うんうん、小屋向けに入ってきた左側にあって、はい、そのゴンに行く手前にあのタイムっていうおもちゃ屋があるから、うんうんうん、そこでミニオンクも買えるからさそこで買っといて大丈夫です、買ってそこからゴンに行くっていう手もあるから。あ、そうなんですね、じゃあちょっとやってみます、はい、ぜひぜひはい、そしてね、あのリスナーからもね、またメッセージ募集しておりますので、うん、私はあそこのそばが美味しいよとかね、うんうん、まあ、そういった情報なんかもぜひぜひ皆さん送ってください。はい、お願いします。メールアドレスは761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp です。はい、そしてファックス098-934-8653 098-934-8653 です。また FM コザではユーストリームで映像と音声を配信しています。 FM コザのホームページから見ることができますので、そちらも覗いてみてください。はい、ゆたしくおにげそびら、では一曲いってみましょう、うん、松田和俊で綾久武士、どうぞ。「いらよまあ」
連綿と輝き続ける島の旋律に新たな魂を込めて、松田和俊ニューアルバム「ぬちの花」7月25日発売。沖縄音楽のことならキャンパスレコード。琉球民謡、古典、沖縄ポップスなど CD、DVD、カセットテープ、クンクン C ほか品揃え豊富です。沖縄民謡界の大御所から新しいスターまで出会うことができるかも。小沢山里三佐路ローソン久保田店近く、沖縄音楽のことならキャンパスレコードまで。玄関アイビーインド。気立つ連綿と輝き続ける島の旋律に新たな魂を込めて、松田和俊ニューアルバム「ぬちの花」7月25日発売。沖縄音楽のことならキャンパスレコード。琉球民謡、古典、沖縄ポップスなど CD、DVD、カセットテープ、クンクン C ほか品揃え豊富です。沖縄民謡界の大御所から新しいスターまで出会うことができるかも。小沢山里三佐路ローソン久保田店近く、沖縄音楽のことならキャンパスレコードまで。玄関アイビーインド。カズの島唄レディオ。
カズの島唄ラジオパーク通り沿いにありますFM コーダのスタジオからカズとサディでお届けしてます。どこからってあのね、あのこの間さ、うん、あのミニ四駆を走らせてたら、はいはい、中学生がこんな寒い中アイスクリーム食べてたわけ、うんうんうん、お美味しそうだなっつってで、あの次の日に俺もアイスクリーム食べたいと思って、はい、この寒い中さアイスクリーム食べたわけ、うん、あんな寒い時に寒いもの食べたら、うん、口の周りって固まるね。固まる、うん、あのバーバチョラカズレッシュみたいな名前も、はいはい、滑舌が悪くなっちゃってハザカズレッシュわしわしあーとか言ってウケる。え、そうなんだ。俺なりやりよったね。口がかじかむみたいな感じ。そうそうなるね。なんかさえりそうそうそうなっちゃったから気をつけて。あ、今はアイスクリームちなみに食べて食べてきた、先食べてきたもんだから。だからか。そうサリーなんか楽しいことあったって。あ、そうなん、楽しいことっていうかなんか面白いことがあって、うん、あのカズさん、はいはい、寝言とか言います？寝言ひどいみたいよ。嘘、ええ、自分でサリー寝言自分は言わないだろうなと思ってたんですけど、うん、最近自分の寝言で目が覚めて、ほうっていうのもあの二度寝した時って眠りが浅いじゃないですか、うんうん、でちょっと朝パッて起きてまだちょっと早かったから二度寝して、でちょっとうっすらなんか意識はある感じ、うん、はいはい、眠りでね、その時にで三線弾いてるんですよ、うん、三線を弾いてておじい自慢のオリオンビールっていうビギンさんの曲ね、はいはいはい、あれを歌っていて、でこう指も動いてるなって自分で分かってて、こう三線弾いてるからね、はい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 、分かってるなとか言いながら、あ、思いながら、でもまあ眠気の方が強かったから、うんうん、まあいいやと思って、はいはいはい、でそのまま指も動きながらあの頭の中で眠りながら歌も歌いながらもう寝てたんですよ、はい、そしたらついに声が出てしまって、うん、おじいって言って自分で目が覚めたんですよではーってなって、で、あ、自分って寝言言うんだなとか思って、あ、うん、まあ一応寝てるから言ってるってでも分からないからね、うん、だってあの歯ぎしりとか、はいはいはい、いびきとか、うん、自分で分からないじゃないですか。分からないですよね。自分でいびきで起きたことあるわけさ、俺。あ、うんうんうん、だから同じようにこの眠りが浅くて、はい、寝てるか起きてるか分かんない状態で、うんうんうん、自分のいびきって聞こえたりするわけ、はいはいはい、誰よっつってていうか俺しかいないしるあんな状態あるよね、うんうんうん、ありますよね。あるで笑ってる、あ、自分今笑ってるなとか思う時もある、うんうんってね、はいはい、絶対今声出して笑ってるって意識ある時もあります。やっぱ夢ってなんか見てるのかな、ね、でも起きたら覚えてないんですけど、ね、覚えてないよね、うんうんうん、あれ小学校とかちっちゃい頃の時って、うん、夢ってほとんど覚えてなかった？覚えてた。今でも覚えてるものもありますもん。でも今ってなんか年を連れていく、うん、あの年を取っていくと、うん、なんか夢って覚えてないよね。覚えてないね。見たけど覚えてない、うん、衰えてるってこと？あ、そうなんですかね。なのかな、記憶力が、記憶力が、あ、脳細胞がやばいやばい。うん、確かに、また起きた時にびっくりするぐ、うん、するぐらい汗かいてた時なかった？あ、ありますあります。あれなんだろう、冷や汗かね、なんだろうね。うなされて起きたこと時にそんなのある、ね、怖い夢見た時やっぱ。あ、うん、この時に俺出てきてないよね僕から出てきてたかもしれない。なんかさなんか暗闇に息を荒げてさ松田さんがなんか、ね、侵入してきた夢とかじゃないよねじゃんで言っちゃうんじゃないとも覚えてないけどさ一応俺夢人が見てから、うん、なんか夢の中でなんか悪いことしたって言って、うん、怒られたことあるよ。え、どういうことです か、 だから俺には関係ないさ、勝手にそっちが見た夢だから、うんうんうん、そこでなんかイラついてるみたいな。その人の夢にカズさんが出てきて、うん、カズさんが悪いことをしたってこと？そうそう。で現実でやーよみたいな知らんわって感じですよね。ほんと知らんよで、この間、この去年かな、うんうん、超でっかい台風来た、うんうん、覚えてます？はいはい。してあの時にこの台風の名前がノグリーっていう名前だったわけ、うんうん、して俺なんか同級生に電話入れてから、うん、お前いい加減にしないと、うん、こんなに台風もやあんなに強くなってやとか言って、うん、はい、何よって言って、お前、今の台風の名前わかるかって言ってから、うん、ノグリーだろって言ってから、うん、お前よしはワンノグニーって受けんかったね今ね。いや受けたよ、うん、ノグリーになんか勝手に電話入れて、はい、同級生なんだけど、お前のせいなんだよ、なんだお前はっつって、うん、ノグリーはお前のせいだっつって
え、沖縄北さんが、まあ、蕎麦屋のさっきの話ね、うん、ジャーガル蕎麦って来てるんですけど、うん、あのとってもまずいところジャーガル蕎麦じゃないですからねジャーガル蕎麦は美味しい逆に、うん、あそこの蕎麦とかちょっと甘みが結構あって、はいはいはい、うまいんですよ。どこにあるんですかジャーガル蕎麦？あのジャーガル線を下っていくと、うんうんうん、ジャーガル公園っていうのがあるんですよ、はいはいはい、その公園の真向かいに、うん、ジャーガル蕎麦、まあ、2時くらいには閉まっちゃうんじゃないかな。お昼の、うん、2時3時には閉まっちゃうと思うけど、あ、ね、まあそこもなかなか美味しいですよ。もう行ってみよう、ということで ね、 ジャーガル蕎麦ね、はい、ジャーガル蕎麦を皆さん、ね、チェックしていてください。はい、はい、では2曲目行ってみましょうか。じゃあそれ曲紹介お願いしていいですか。ほいほい、玉木和美さんでティーマートゥー父の湯節、あ、父の湯
連綿と輝き続ける島の旋律に新たな魂を込めて、松田和俊ニューアルバム「ぬちぬ花」7月25日発売。沖縄音楽のことならキャンパスレコード。琉球民謡、古典、沖縄ポップスなど CD、DVD、カセットテープ、クンクン C ほか品揃え豊富です。沖縄民謡界の大御所から新しいスターまで出会うことができるかも。小沢山里三佐路ローソン久保田店近く、沖縄音楽のことならキャンパスレコードまで。玄関アイビーインド。連綿と輝き続ける島の旋律に新たな魂を込めて、松田和俊ニューアルバム「ぬちぬ花」7月25日発売。沖縄音楽のことならキャンパスレコード。琉球民謡、古典、沖縄ポップスなど CD、DVD、カセットテープ、クンクン C ほか品揃え豊富です。沖縄民謡界の大御所から新しいスターまで出会うことができるかも。小沢山里三佐路ローソン久保田店近く、沖縄音楽のことならキャンパスレコードまで。玄関アイビーインド。島歌レディオ。さあ、カーズの島歌ラジオ、カーズとサリーでね元気をお届けしておりますけども、はいはい、サリーは、うん、やっぱりこのキャラ的にどういうキャラなの？このどういうキャラ？売りというかさ、私例えばこの島歌系でさ、島歌でさ、はいはい、俺は自称だけど、うん、なんちゃってロッカーだわけ、はい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 、なんちゃってロッカー松田和俊みたいなロッカーはどんなに暑くても革パン革ジャン履くけれどもね、はいはい、私なんちゃってロッカーはどんなに寒くても半袖短パンで行こうかなっつってつってそれを俺はモットーにしてるわけですよ。ロッカーっすね。なんかそういうのあるとやっぱサーリーはそう、これちょっと意識したことなかったな。考えてみようかな。考えた方がいいんじゃん、やっぱり自分のこの売りというか、うんうんうん、まあこの美貌は絶対打った方がいいからそう、ちょっとじゃあカズさん考えてください。私のなんかアイドルチックなさ、うん、で行こうよ。はいはい。例えば例えばさ、やっぱりこのお金持ってる世代ってやっぱりこの子育ても終わってやっぱり50代から60代、まあ40代から60代かな、40代まで早いか、この世代がやっぱりちょっと今落ち着いてね、お金持ってるじゃないですか。やっぱりその時の世代って松田聖子とかだと思うわけ。あ、はい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 、聖子ちゃんね、いよちゃんとか、いいんじゃんいいじゃんその系でいいんじゃん。進めてみます。聖子ちゃんカットにまずしてみようかな。16永遠の16歳、聖子ちゃんカットにし してまずは行こうかなでちょっとやっぱりこれ衣装もね、はいはい、ちょっとミニスカ履いて、うんうんうん、サリーはまだ16だからっつってあ、叩かれますねこれねあ、アイドル沖縄にいないからね、この島唄系でアイドルチックな、今で言うそれサンサナとかがそうなんじゃない。あ、そうですね、もしかするとね、うん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 、ちょっと我々も攻めてみましょうよ、アイドルを。サンサナフランス行ってるからあ、じゃあ今のうちにフランスのなんかこのヒットチャートでサンサナって入ってるんですよ、うん、あ、すごいな。すごくない？沖縄のこのレーベルがさ、ね、とりあえず CD を出しました、まさか日本だけじゃなくフランスで上位を勝ち取るなんて、かっこいい。ちょっとやばくない？すごで、フランスとかのライブしに行ってるんじゃん、なんかちょっと俺も行きたいなと思ってやっぱりこれプロデュースはいはい、はい、業しながら、ちょっと行こうかなと思って。これはやっぱりロッカーで行くんですかフランスでも短パン半袖でして島通りで、でいいっすね。顔は普通なんだけど、体は震えてるというね、ブル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 冷えさよっつって
本当は寒いんでしょ。本当は寒い。本当は寒い。北海道とかいっぱいあったの。見えないところでね。見えないところでね。でもロッカーだから。ああ。まあそんな沖縄省代表するロッカーって言ったらあのヒゲのかっちゃん。うん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 。ねまあロッカーのもう本当にシンガーでもあるけれども、はいはい、今ではねもう龍神まぶやとかね、うん、俳優なんかでも出てるし、はいはい、そのヒゲのかっちゃんのあの展示会が、うん、沖縄市役所のロビーでやってるんですよ。はいはいはい。まあ本当にすごい、うん、ヒゲのかっちゃん展みたいな感じでね、うん、で昔もう本当にもう何十年前のこのライブの写真とか、うん、いろんな、まあ、プライベートの写真とか、はいはい、これを展示していて、で今もつけてる衣装とか、はいはい、そういうのも展示してるんですよ。すごい。でそれがまた観覧無料で、かっちゃんさん昨日1時ぐらいから市役所のロビーでずっと座ってたって言ってたんで、うん、もしかしたら今日もあ座ってるんですかね。いるかもしれないから、はい、帰りながら見てくる。あ見たいですね。ヒゲのかっちゃん、うんうんうん、一応かっちゃんさんかっけえよやっぱり。あサリオ本物はもう見たことないですね。一回見た方がいいね。あいいかな。やっぱり野獣ですからそう、まあ、いろいろ噂はねお聞きするんですけれども、もうでもかロッカーの中のロッカーじゃんやっぱり。ああの人はね、うんうんうん、もうでも無料ですからぜひね、はいはい、そうだね、うん、ぜひぜひ。いいねこの機会じゃないとねなかなかね、うんうん、まあ本当にパッて見ようと思ったら10分もかからんから、うんうんうん、もう本当に5分ぐらいでパーって見れて、まあ、それで満足するような展示でもあるし、うん、もうやっぱりじっくり見るんだったら、うん、それはそれでまた本当に素晴らしい資料なんかもたくさんあるからさ、うんうん、ぜひ楽しまれていただけたらなと思います。いい、ね、サリも今日帰りながらね、うん、僕とじゃあデートしながら、あそうですね、行こうかじゃあ行きましょうか手はつなぐよいちゃん嘘そこはもう絶対、手はつないでからさ、どうしようかちょっと予定があのさ彼氏にさじゃあ聞いてみたい。彼氏に手をつないでじゃあ歩こう、うん、歩くときに、はい、どんなつなぎ方、この握手的なつなぎ方、うん、それとも指を一本一本この絡めるようなつなぎ方、どっちが嬉しいの。嬉しい。一応まあ女の子としては本当はこう分かる、うん、このカップルつなぎっていうの、カップルつなぎっていうの、指を一本ずつ絡み合うような、あれが嬉しいけど正直わかる、ちょっと汗かいてくるっていう。あ確かにね、うんうんうん、なので私あんまり手はつないで歩くことはないですね。あない、はい、おじゃあ肩組んでみたいな。肩組んでもないです。肩組みもない、うん、ちょっとシャイなのかな。じゃあそうだ、そうかもしれないですね。俺も絶対できないんだけどね。本当、できなさそう。絶対できないうん、典型的な日本人じゃないかな。あ好きとかああいうことも絶対言わないから。男ですね、ロッカーですから。ロッカーだからね、でもなんかわかる、しょっちゅう言われるよりは、うんうん、なんかこうたまになんていうか言葉じゃなくてこう態度とかで示される方がやっぱり、あなるほどね、キュンときますよね。いきなりね、そうそうそう、いきなりなんかプレゼントとか持ってきて、今日俺たちの記念日だなっつって、うん、そう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 、はいとか言って、うん、何も言わずに帰っていくわけさ。あでこのプレゼントの中に手紙も入っててから、うん、いつもありがとう。あいいね。サリーお前がいるだけで俺は幸せなんだバイ松田和俊もうそうよいやいやそういうのなるか好きですよ。あそう、うん、やっぱりこれサプライズ的な、あいいね、普段やらないことをやってあげることがやっぱり喜ばす秘訣なのかな。はい、じゃあこの島ラジオを聞いてリスナーの方々ぜひね、この冷え切ったねもしかして恋愛をしている方がいらっしゃいましたら、今日まず何か値段関係ないでしょ。関係ないです、気持ちなんでしょ、うん、気持ちをねなんかやってあげたらね、また本当に明日の晩御飯がまたステーキになってる可能性もあるしそうそうそう、はい、ということでね皆さんぜひ頑張ってみてください。はい、ではこちらで一曲いきましょう。千奈佐藤さんで刻み節どうぞ。
すみやのちいな君はお年ごりさんぞよあみにんちおにんわんすすたちちこしょうもんさとめ四国あみうてくららんたんどやかなしわんうもやさしかさささらんなくまじたはからんなくるまやかららんたんなあがとやまみちからんぞよさしかさささりんなくまじたはかりんなくるまのからりよんなみたさんすなよやかんちげすなよやかなしわんうもやからいらわんしむからいらわん足をとしみそんなよいやうしゅめどしむやめどなかめどわんやこといやうしゅめどしむやめどうきてどにんとるではこちらのコーナーです。 This week's recommend song。 このコーナーは沖縄音楽の専門店キャンパスレコードがおすすめする沖縄音楽を紹介します。はい、たいキャンパスレコードスタッフの牧です。今週は家島を代表する歌者知念宗信さんをご紹介します。具志山飯島達中で知られる家島は沖縄本島の本部半島からわずか9キロのところに位置する小島であるにもかかわらず歴史的流れの中で独自の芸能文化を育みました。家島で生まれ島外に広まった歌もたくさん存在しています。そんな土壌の中で歌の研鑽に励んだ知念宗信さんは早くから祝い座や村芝居の地方を務め長きにわたり畑仕事と歌三線のシンプルな生活を続けていたそうです。島での暮らしの中から紡ぎ出された歌声は現在ではなかなか得ることができない素朴さと野性味にあふれその歌力は聴く者を圧倒します。ではここで一曲、知念宗信さんの唯一のアルバムうちゃはじぬくいからシティナブシをお聞きください。
さあサリーメールもたくさん来ていますので、はいはい、紹介していきましょうかね。そうですね。はい、じゃあ僕からいきましょう、はい、カズさんサリーさん FM 小座のスタッフの皆さんこんにちは。こんにちは、うん、ラジオネーム高田いのちさんですね。はい、ニフェーデブル。はい、2月になりましたね、うん、サリーさんはパーソナリティ1ヶ月になりますね。そうなんですよ、うん、パーソナリティのお仕事はどうですか？慣れましたか？カズさんにいじめられていませんか？かっこ笑い。そもそもパーソナリティのお仕事初めてですか？それではということで。お、はいはい、うん、サリーね、RBC でやってたもんね。少しだけ、はい、うん、ちょっとやらせていただいてた時がありました。あの時僕も一度ゲスト出させていただいたんですけども、うん、ありがとうございます。いやいやいや、あれ一人でこなすって大変じゃなかった？そうですね、あの時はまだやっぱり初めて本当に初めてで、ラジオのこのなんていうの、あの知識もわからない時で、はいはいはい、すごくもうあの毎日ディレクターに怒られながら、あ、そうなんだビシバシやってたんですけども、大変だっただろうね。俺も今一人でやってるラジオ番組あるんですけど、うん、30分なんですよ、うんうんうん、きつくてきつくて。30分すっごい長く感じますよね。とっても長い。それを1時間半とか2時間とか普通にやったことがあるんですよ、うん、きついね。 あの時ちょうどまだ生だったから、はいはい、まだこのリスナー間の、ね、リアルタイムでのこのやり取りができるんだけど、収録なってからマジでこの30分持たすの大変だね。そうですね、収録って意外にね、うん、あの長、この番組より長くなっちゃうのでね。そうね、うん、まあまあでも小田さんサリーベテランですよ。いや、とんでもないとんでもない。はい、またこれからもね、またこの島ラジでまたサリーもねどんどん喋っていきますので、うん、小田祐さんもこれからも応援よろしくお願いしますね。はい、お願いします。はい、はい、こちら民謡トロクのハイブリッドスターカズボーさん、石川に舞い降りた麗しき天女、うん、サリーさん、皆さんハイサーイ、うん、ミントマニーシェイゴアナとエビー氏が、はい、なんかわからないけどカズボーさんサリーさんの声かなり久しぶりに聞くような変な感覚に襲われている今日この頃、うん、まあ、先週ぶりなんですけどね。そうね皆さんいかがお過ごしでしょうか。
ということで、沖縄足をホロホロしながら聞いてるから気抜いて鼻くそくじりながら喋ったらダメよ、かっこ笑安心いただきました。先週あれじゃなかった、もしかしてメールは来たけど沖縄足にいなかったから聞けなかったのかもね。そうだよ、この頭おでこのところ集中させて電波拾うって言ってたのに、そうそう拾えなかったんだね、結局やっぱり超能力でなんとかせいと言っていたのにできなかったんだね。あ、でしょうね。あ、もう、まあ、それぐらいのパワーしかないんだったらしょうもないね。あんだけ目力あるんだからさ、そこら辺をちょっとね鍛えてもらいたい。そうですね。はい、ではこちら、ニフェイカズさん、サリーさん、こんにちは、もっこりです。はい、こんにちは。もっこりジュニアは春をじっと待っています。うん、カズジュニアはすでに春を満喫して羨ましいっす、かっこ笑い。人のジュニアの心配までなしなくていいよね。いつもねしてくれるよね。羨ましがらなくてもいいけど。さてさて、週末に吉本のお笑いライブに行ってきました。いいね、見る前はいまいちなメンツだと思いましたが、実際見るとかなりやばいです。さすがプロ、笑いのツボはがっつり押さえていてかなり笑いました。やはりプロと素人は持っているものが違い、頭の回転も超早いですね。1時間足らずだけだったけど、充実していました。下ネタなしであんだけ笑わせるのはやっぱりすごいですね。見習わないといけないです。お二人のお笑いの一押しは誰ですか？リクエストはカーゾーさんの方だよりお願いします、ということで、うん、おすすめ二人のおすすめお笑い芸人。最近私面白いなと思ったのが、地元の芸人さんの知念田慎一郎さん、あの方の大金のぞみっていうユタのネタがあるんですよ。はい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 。あれがちょっと私個人的に好きで、沖縄のだよね、知念。そう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 、ね、沖縄の兄弟ですよね、あの二人いますよね。あ、そうなんですか。多分このユタの役やってるのが兄さんの、ニーニーの方かな、弟やってるのが多分初代龍神マブヤの、はいはいはい、あの主役。へー、すごい。多分兄弟ですよ。あ、そうなんですね。面白いですよね。うん、面白い。あの言ったのね。わかるみたいな、こんな人いるって思うんですけどね。そうそう、もう今はどうかな、もうピークの時の純選手やばかったんじゃん。あ、純選手すごかったですよね。ね、あのエンターの動画見たことあります？あ、見た、2、3回見ました、あれ。あれ面白いよね。面白い。あらんよ、あらん。アメリカがかぶしよ、アメリカ。イブガートや、あしこれ売りからパンにハサデーしようとか言って。で、最終的言うっていうね、フィッシュバーガーって。そうそうそう。面白い、あれはね。面白いね。確かにね。すごいね。普段も方言で喋ってるんですかね。なんからしいですよ。やっぱこだわりがあって。あ、すごい。でもやっぱりあれなんだね。やっぱり勉強はしているらしいんだけど、やっぱり僕らよくもうまいんだけど、やっぱりこの年配の方からすると、やっぱおかしい方言みたいだね。あ、この発音とかがとかなんかあるんだろうね。ちょっとやっぱ違うみたいでね。そうなんだ。でも我々からしたらまあ上手だけどね。上手。ね。こちら、ホークさん、はい、そういえばキャンパスの CM 撮り直さないとね、ローソン久保田店近く行ってるよ、ローソン久保田店ってなくなったよね、ということで。あ、そっか。あ、なくなったか。あれ、うん、何店になったのかな。移動したのか。あ、うん、はい、次準備できてますか、サワリー。はいはい、ミーオトロックのハイブリッドしたカズボーさん、石川に舞い降りたうるわしき天女、サリーさん、こんにちは。ミンタマーニーシェゴアナトイビシがそば、はいはい、考えたら最近行ってないな、もらい物のピーマン使って肉詰めしたり、もらい物のキャベツ人参でチャンプルーしたり、沖縄そば麺でソース焼きそばチャラミカしたり、外食しとらん、ていうことでサリーさんおすすめのそば屋でランチレートしようぜ、かっこカズボーさん、ミーハンジャーアンシェって来てますよ。みんたまにシェバーが誘ってきたか。来ましたね、はい、ついに米屋さんだから美味しいお米とりあえずもらっといて、まあ、利用した方がいいんじゃん。あ、そうですね、いいところは米がなくなった時だけ読んで、ちょっと米持ってきてっつってで、まあ食事おごってもらって、はいはいはい、こんな感じでいいんじゃん。そんな感じで、じゃあよろしくお願いします、はい、ストリングフェローホークさん、素朴なも疑問、島造りってなんで島造りって呼ばれているのだろう。あれってほぼ 100% 輸入品ですよね。昔は全て県産品だったのかな、松田さんなら知ってるかなと思って、ということで。わかんないな。輸入品なのね。え、それも今は知りました。へえ、なんかもうわからないけど、自分なんかがもうちっちゃい頃からずっと、あの造り入ってるから。ねえ、そうですよね、島造りね。島造り、
まあ、なんだろうね、これ調べておきましょうね、うん、はい、調べておきますので、はい、よろしくお願いしますはい、こちら、松田さん、サリーちゃん、こんにちは。はい、危うく聞き逃すところでした。かっこ笑、うん、サリーちゃんがフェイスブックにアップしてくれたので慌ててユーストリーム開きました。かっこ笑い、今日はトレーニングを午前中に終わらせてきたので、うん、あと少しゆっくり見ますね。今日も頑張ってくださいと、タスク&エイコさんから来てますね。トレーニング続けてるんだまだ、ね、そうですね、頑張ってらっしゃいますね。すごい、はい、いつも北海道からね、ありがとうございます。本当、ね、ありがとうございますねはい、ではこちらラストかな。ヨーダーマツ&サリー、こんにちは、はい、あの変態エロクソジジイです。おいおい、早速ダーマツサリーが振り向いたと、振り向いたと同時にほっぺに中心をパーよよくあるねこれね。この、ま、あの変態エロクソジジイさんさ、はい、この妄想がすごいよねすごいよね一人で物語を作ってね、うん、そんなことより先週の放送でダーマツは餅が嫌い、そしてネギ類が超大好きって言っていましたね。残念で無念ですが自分も全く一緒、ネギ類大好き、いつか大量に九条ネギ食べてみたい。ちなみに今まで一番うまかった沖縄そばはやんばるそば、最高やった、うん、ではアディオスソーソーということでね、うんうん、ネギよもう最高なんですよね。ネギ超美味しいですよね、キノコ類は大丈夫？あ、もう大好きです。キノコ類もあんまりダメなんですよ。キノコもダメだ、うん、もちろん椎茸もダメだけど、うん、多分俺松茸とかもダメなんじゃないかな。あ、松茸は食べたことないな。あ、多分僕も食べたことないけど、うんうん、やっぱりこの似てるんじゃない？何が食感？椎茸はもう食感が大っ嫌い、あと噛んだ時のあの出汁がこのジュワって出る感が、あれが臭くてしょうがないわけ。あ、そうで見た目も嫌だし。あ、美味しいのに、キノコ大好きです。椎茸とかだから焼き鳥屋さん、串屋さんとか行ったら椎茸とかあるじゃないですか。はいはいはい、あれはもう絶対食べます。いや無理だねあ、焼き鳥も苦手でした、焼き鳥は大好き。砂肝とかが嫌いなんですよ。ちょっとコリコリ系があんまり好きじゃないかもしれないね。あの大根大嫌いな人がいてさ、うん、大根嫌いなら分かると、うん、でもあのかいわれ大根まで嫌いな人がいて、同じ人が全然味違くないで、餃子は大好きだけどシューマイはダメとか、なんでなんか似てない違いが分からないはい、まあそういうことで、まあ、好き嫌いありますけどもね。はい、松田和俊、桜坂アサイラムという、イベントに出演いたします。私松田和俊は2月8日で、桜坂劇場向かいのカラーから、時間は午後6時15分となっておりますので、皆さん遊びに来てください。観覧は無料です。よろしくお願いいたします。はい、そして私サリーはレギュラーライブ、普段女村でね毎週ライブをしてまして、月曜日金曜日は、女村裏庭、そして火曜日木曜日土曜日は女村チヌマンにてライブしてますので、ぜひ皆さんお時間ある方ね、ご飯食べながら覗きに来てください。休みないんだね、じゃあほとんどね。そうですね、あんまりないんですけども、でもまあ昼間とか早い時間は自由時間ですので、うん、ああそうかそうかあの変態エロクソジジイさんがね、椎茸食べれない尻をばぷということで別に君に迷惑かけたつわけじゃないからね、俺の勝手だからねそういうの、もうでもあのね、本当にこの島尾竹はもういろいろね、これからまたどんどん頑張っていかないといけないし、もうそろそろ世代交換ですよ、我々の時代がやってくる時代ですので、はい、僕頑張っていきましょうよ。そうですね、ちょっと頑張っていきますよ。僕もロッカーで頑張っていくし違うでサリーもアイドル系でいくし、そうね、そう、まあまあ、アイドルって言ったら前川主健さんもアイドルじゃないですか。あ、そうですね、民謡界もね、うんうん、この源ちゃんが伊江島でコンサートをするんですけども、これ3月21日だったかな、まあ、その伊江島のコンサートにもまた僕出演いたし、ゲストで出れるのでね、もう本当にそちらも楽しみにしているのでね、はいはいはい、また皆さんぜひ、遊びに来てください。はい、この番組は皆様からのメッセージを随時募集しておりますよ。メールアドレスは 761@fmkoda.jp です。そしてファックス098-934-8653 098-934-8653 です。はい、この番組は沖縄音楽のことならキャンパスレコード、女性専用ドーミトリーパレット小座の提供でお送りいたしました。さあまたね、来週この時間から皆さん生放送でお会いいたしましょう、うん、はいはい、今日のお相手は松田和俊とサリーでした。また来週、バイバイ。バイバイ。一起玩